伊スズは海上自衛隊の護衛艦、伊スズ型護衛艦の一番艦。艦名は三重県の伊勢市を流れる伊スズ川に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の長良型軽巡洋艦、伊スズに続き2代目にあたる。伊スズは第一次防衛力整備計画に基づく昭和34年度計画を継がた警備艦船211号艦として、 三井造船玉の造船所で1960年4月16日に寄港され、1961年1月17日に浸水、1961年7月29日に収益し、舞鶴地方隊に直轄艦として編入された。マーク63射撃式装置及びマーク108対戦ロケット発射機は米国からの供与が遅れたため未装備のまま収益。 1962年に装備された。1961年12月20日、前鶴地方大霊下に第31護衛隊が新編され、最上と共に編入された。1962年10月1日、第31護衛隊が第3護衛隊軍霊下に編成が得。1965年8月にソナーを完走。1969年10月1日、 第31号衛隊が再び、舞鶴地方大霊下に編成がえ、1974年10月15日から翌1975年2月5日まで、改装工事が実施され、マーク108対戦ロケット発射機及び、マーク2単魚雷落ち射機が撤去され、71式母ホース、ロケット発射機及び68式三原装単魚雷、発射管が装備された。 1988年4月8日、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7015 に変更。舞鶴地方隊に直轄艦として編入。なお、特務艦への改装工事で長魚雷発射艦が撤去された。1992年3月25日、除籍。ありがとうございます。